毎日ハッピーだって歌う、へこむ、寝る、叫ぶ、止まる、今日も平日まで。この番組は東雲研究所の制作でお送りします。はい、始まりました、日常のラジオ東雲研究所編、博士役の今野ひろみです。はい、そして東雲奈々役の古谷静香です。そして拾われてきた猫坂本さん役の白石みのるです。以上、この3人で番組を進行していきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。というわけで、はい、白石くんリクエストのムーディーな感じ、ムーディーな感じで、別にムーディーにっていうか、今チャラとよろしくお願いしますって頭にあったなんかそういうなんか今日それで FM のあの午後2時ぐらいからやってたみたいな。なんつーの、このあの東雲のさ、はい、曲かけながらこれやるとさ、むずがゆいよね。ちょっとね、なかなか、なんか、うん、かゆいもうなんかすぐやめちゃった。なるほど。早かった、まあ、明るい曲ですからね。明るいの早いからね。なるほどね。はい、さあさあ、まあそんな感じで本日も、やっていきたいなと思いますので、はいはい、よろしくお願いいたします。普通はどうだ、普通で、じゃあやりますか。気持ち悪いよ。じゃあそんな感じで、ね、気持ち悪いよ。おい、じゃあなんで振ったんだよ。はい、そんなわけでございます。今日は8月の12日、第25回でございますけれども、さあ、早速ですね、普通歌の方来ておりますので読んでいきたいなと思います。お願いします。こちらはですね、ラジオネーム WZ さんからいただきました。ありがとうございます。ユニコーンかペガサス、どっちが好きですか。お、いきなり来た。ですね、はい、これ今日の罰ゲーム何、これ僕今日は何にしましょうかね。何、ムーディーでいく。あ、じゃあずっと何があってもムーディーに喋るみたいな。痒いよ。まあこれはあの、要するに、まあ、ジャブかセイヤかどっちが好きかっていうことですかね。これは最終的には、はい。あ、どうも、あの、先生の話したの今。そうですね、先生、はい、あの、ユニコーンはわかるよね。はい、わかります。ペガサスもわかるよね。わかります。オッケー、じゃあこれはもう決まりました。で、結局罰ゲーム何、その、罰ゲームいいんじゃないですか、その、え、ムーディーですか。基本じゃあムーディーに。基本ムーディーに。じゃあ、じゃあメールをとうとう読むときは。何はムーディー。必ずムーディーに読めっていう。右から左に流れなくていい。それ勝山やろ。そうや。流れつつやる。それ、シャラとかやったの。やるやつでしょ。はい。で、そのまま行きましょうかね。じゃあ、とりあえず。じゃあ、やってみたいと思います。はい。じゃあ、あぶれた人、負けね。が負けですね。はい、じゃあ、ユニコーンかペガサス、どっちが好きですか。せーの、ペガサス。あー、面白い。あ、珍しい。あっちゃった。珍しい。すごい。珍しい。どうしますか、これ。あ、この間もあったよね。そうそう、この間もあって、最初にいろんな、こう。で、やり直して。伝説の。どうする？今日も、斎藤さんの襟が立ってるか、立ってるないか。立ってません。今日は立ってない。立ってないらしいです。今日は、なんかね、爽やかで。今日も、今日もリゾート気分。リゾート気分。最近ね、短パンっていうかね、あの人はね、膝より上なのよ。必ず。短パンの。短パンがもう、膝の半分ぐらい。太ももの半分ぐらいになるんだけど。結構見えてます。そうそう。そうそう。多分ね、もうすぐね、稲葉講師みたいになるから。ウルトラ。した方がいいよって言われました。そうそう。ウルトラソウルみたいになっちゃうからね。いやいやいや、ちょっと短くね。そうそうそう。じゃあ、半パン。はい。がありかなしかみたいな。男性の。そういえばさ。この質問は嫌だな。嫌だって言ってる。捨ててこがさ、男性流行ってんだよね。捨ててこ？そう。おしゃれ捨ててこ。うぅ、男性が履いてる。お、履いてる人がいた。捨ててこ。捨ててこ。捨ててこありかなしかに。捨ててこ、ありかなしか。捨ててこが分かってない。こっておじいちゃんとかが。まあ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 。まあまあ、女性用のタイプみたいな、ああいう。そうそうそう。ちょっとこう、厚めのタイプみたいな、そういう。スパッツのもったりしてるような。いや、ね、今でももっと面で、なんかさ、そうそうそう、そうなんですか。そうそう。じゃあ、短パンは膝より上はありかなしかに行きましょうかね。それは男の人っていうふうに考えて。男の人の、膝より上の短パンは、ありかなしか。ありかなしか。はい。はい。いきますよ。はい。せーの、なし。あれ？今違った？違ったね。河野さんは？あり。プレイヤーは？なし。俺もなし。ということで。ということで。あれ？河野さん、罰ゲーム決定！
かゆい。背中がかゆい。いやまあまあ、このね、ファッションに関しては人の好みなんで、はい、そうですね、僕は、まあ、足が短いのもあるのと、自分が履くのはないってこと、自分が履くのもないですし、うん、なんかね、20代だったらまだなんとなく感じるところがあるんですけど、うん、こう30過ぎて、こう左上って、そこがなんか、なんだろう、なんかフレッシュすぎてちょっと。そうなの、なんか。え、言いたいことがあるのか、わかるでしょ、なんかね。ちょっと実は恥ずかしながら。でも夏で暑いから、うん、なんかもう思い切るべきだと思うの、男の人も。別になんか、ね、そう、長いのにこだわる必要はないかなと思うんだよね。おしゃれなのも増えてきてるし、うん、それこそ捨ててこだってこうなんか短いのとか、うん、そうか、うん。でもどうするだって、うん、今度の収録の時にじゃあ、うん、なんていうの、斉藤さんが短パンにいて、うるっさあみたいなことだったらどうする？いいんじゃない？もう今の完全にそうだけど。で、次週、はい、メンズは全員こうなんか短い短パン。マジで？ショートパンツで。もしそれだって女性陣も何かしらじゃ違うものにしてきてください。女性陣は必要よ、あるんだよ。ほらだってさ、短かったり長かったりとかさ、女性陣もじゃあ、じゃあ次回の放送は全員短パンですればいい。そう。男女問わず。問わず。短パンで。ひどい回になるな、多分。まあ残念ながらラジオなんでね、お伝えできないんですけどね。まあまあ、しかもなんか全員から批判されそうです。そうですね、すごい。じゃあそんなわけでございまして、罰ゲーム近野さんに決定しましたので、この後のメールをちょっと読んでいただきたいなと思います。はい。はい。かゆかゆ。じゃあ普通の次のお便りも行ってみたいと思います。お願いします。ラジオネーム、シカもカモシカも好きだけどやっぱりトナカイが好き。間違えちゃった。やりますね。はい。トナカイを。なるほど。はい。シカもカモシカも好きだけど、やっぱりトナカイが大好き。さんからいただきました。トナカイ。合ってます。合ってますね。はい、いただきました、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。近野さん、白石さん、古谷静香さん、おはこんばんは。おはこんばんは。こんばんは。キャラソン発売おめでとうございます。ありがとうございます。まだ購入検討中です。よろしければレコーディングの裏話とかあれば教えてください。あとラジオでも流してくれると嬉しいです。ではでは、ミンミンミラクル懐かしい、懐かしいですね。というお便りと、はい、もう一枚読ませてもらいますね。お願いします。ラジオネームもじゃじゃさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。近野さん、古谷さん、白石さん、キャラソン発売おめでとうございます。ありがとうございます。早速聞きましたが、それぞれものすごくキャラの雰囲気が出ていて、何度かリピートしています。それぞれキャラソンを撮る上で何か面白かったこと、大変だったことはどんなことでしたか、というお便りをいただいています。近野さん、これ意外と仕事に繋がるかもしれない。すごい。知ってる？私今すごい全身汗だった。意外とでもね、この路線いいと思う。すごいね。すごい刺激入ったから。これ日常のラジオだよね、みたいな。そうそうそう。これがネット配信であるということがなんか残念なぐらい FM 感の。すごいですよ。なんか私の手。あ、しっとり、しっとりしてます、しっとりしてます。顔も赤いですもん。いやいやいや、でも素晴らしいです。まあそんなわけで、いただいたお便りがあれですね、はい、まあキャラソンと、はい、ということでございます。まあ実際今現在ね、うん、我々3人のこの日テレビアニメ日常の、はい、我々3人で歌ってるキャラクターソング、はい、そしてあとね、このラジオの、はい、オープンエンド、そうね、うん、3人で歌ってるバージョンと両方出てますけども、うん、どうでした、実際キャラソン通ってみて。いやー、博士はね、はい、聞いていただいた方わかるかと思うんですが、まあ、聞いて、うん、まだ聞いてないよっていう方に説明しますとですね、うん、ナノの歌、はい、でもそうですね、ナノが大好きだぞっていう歌と、うん、サメが大好きだぞっていう歌なわけですよ、はい、はい、歌がね、うん、本当その通りです。もうその通り、もうそのままなんです。だからもう、うん、楽譜というか、うん、歌詞とかいただいた時に見た、はい、両方どっちを見ても、もう私は何を見ているんだろうっていうくらい、ナノっていう文字とサメっていう、単語がね、そうなの、続くから、なるほど、混乱するので、
あの、極力もうなんか楽譜を見ないようにしてました。確かに楽譜で見ると多分分からなくなっちゃうもんね。そうですよね。目で追えない。今どこの楽譜を歌ってるのか、なるほど、分かんなくなる。あの歌詞を歌ってるのか。いっぱい言ってますもんね。そう。だからもう、目で追ってもしょうがないので、うん、もうなんか、あの、覚えていきました。なるほど。はい。フレはどうでした、実際やってみて。あ、私はですね、あの、そのキャラクターソングを歌わせていただいたのが初めてで、はい、すごく、緊張していたっていうのもあるんですけど、うん、まずあの、初めて聞いたときに、うん、まあなんかすごいあのヒャダインさんが、うん、あの日常のことナノのことよく分かって作ってくださってるなってありがたいなと思って、はい、聞かせていただいて、はい、涙しましたね。あら、感動して。うん、でも優しい歌だったもんね、ナノの歌ね。またね、ナノらしいというかね。本当そう思いますね。なんか自分で聞いてもちょっとこっぱずかしいんですけど。はい。白石さんは。僕はそうですね、坂本の歌ってまあまあちょっとジャズテイストのものと、あの、まあちょっとビッグバンドっぽい感じの曲調のやつが多かったんで、はい、メロディーラインが結構難しくて、すごいかっこいいですよね。結構聞き込んで歌いましたが、そのためか、なんか、あの、なんでしょうね。自分でもなんかすごく、かっこよく歌ってしまってるような気がしていて、僕もあれ聞いてると若干恥ずかしさを思いますよね。気恥ずかしい感じで。いや、でもいいですよ。でもね、私撮る時にもうみんな撮り終わってて、はい、みんなこうだったよなんて話を聞いてて、うん、でもそしたら、撮ってくださってるスタッフみんなが、うん、坂本さんやばいっす。言ってましたね。言ってました。やばいっす。すいません。やばい。超かっこいいっすって言ってました。でも何回も言われるから、くしゃーだって。いたけど、うん、もう私も必死な。そんなことを言ってる場合じゃなかったみたいな。何回言ったみたいなね。なるほど。何個目のサメね。さあ、じゃあそんな流れではあれですが、一曲ここでちょっと聞いていただきたいかなと思います。はいはい、これがですね、まあ先ほどもさっきお話に上がりました、この篠ノ目研究所編のラジオの、曲でございます。これ聞いていただきたいと思います。我々3人で歌っております。好評発売中、篠ノ目研究所の今日も平和です。毎日ハッピーだって歌う、へこむ、寝る、叫ぶ、困る、今日も平和です。あなたペコペコおやつタイム、甘食プリンショートケーキ、追いがき食いすぎだ、晩飯食えなくなるだろう。いただいたのは、好評発売中、篠ノ目研究ラジオ篠ノ目研究所編、篠ノ目研究所の今日も平和ですでした。はい、この曲僕はあれなんですよ、いかにこうやる気はないけど楽しそうに歌うかという。あ出てますよ ね一緒に撮れなくて、ね、別々に撮ったんだけど、はい、1人ずつ撮ってて、私が一番最初で、うん、で俺が2番で、はい、で私が最後だったんだけど、大声でございました。やっぱもう撮るのはもうこの人ね。私撮る時に2人の声が入ってて、はい、でなんかとりあえず楽しく歌って、博士らしく歌ってくださいって言っていただいたので、はい、もう2人の歌聞いてて、2人の声聞いてたらもうすっごい楽しくなっちゃってやりすぎちゃって、うん、普通に歌いましょうか。あれ普通に歌ってあの状態だったの。なるほど。
そうなんだ。ちょっと違うのが。もっと、もっとひどかったんだ。ひどかったってあれだけど。あの博士が、もうなんか、わっちゃーって、暴れまくったような歌い方してて、もう楽しくて、何歌ってる坂本歌ってるって思って、キャッキャッキャッと思って、もう大騒ぎして歌ったら、普通に、普通に歌いましょうかって言われて。ちょっとやりすぎちゃった私やりすぎちゃったみたいな、はい、デベロみたいな感じだったよね。はい、やっちゃった、はい、ちょっと聞きたかったです ね、 ね、それもぜひね、まだ、お求めてない方ぜひちょっとこちらの方もですね、はい、ぜひぜひ見てください。またキャラソンのも販売しておりますので、一緒に歌ってもらうときっと楽しいよね、はい、みんなとね、はい、さあそんなわけで、リスナーの皆さんからのお便りはどしどしお寄せください。お便りはランティスネットラジオのメールフォームから送ってくださいね、さあ、それでは続きましてはこのコーナーでございます。本のタイトルのコーナーです。このコーナーは本のタイトルだけ送ってきてもらって、そのタイトルだけでパーソナリティの私たちがどういう話かを決めつけるコーナーでございます。あの、なんだろうな、惜しい感じがするんだけどな、エレベーターが、そう若干、頭から若干誤爆気味な気配もありつつみたいな、あれこの流れって思ったんですけ ど、 ど、ね、はい、ちょっと難しかったですね、はい、さすが近野さんですよ。どうじゃどうじゃ、これあげられてるか、かゆかゆ、大丈夫大丈夫。さあ、そんなわけでございまして、本日も、皆さんから送ってきていただいた本を、はい、タイトルだけで紹介していくという、コーナーでございます。お相手は、近藤ひろみ大先生と、古谷静香名人でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、もう、毎回、本当にこれでいいんだろうかと、疑問で思う時もありますが、やりきりましょう。やりたい、頑張る。何かこう、もし何か皆さん思うことがあったら、はい、おはがきでどんどんください。やり遂げる、ことが大事だ、はい、それ大事、はい、では、早速読んでいきたいと、ご紹介していきたいと思います。はい、お願いします。ラジオネーム、マサオさんからいただきました。マサオ、なんでマサオ繰り返しちゃったんだろう。メジ、復唱すればいいってことじゃないんで、メジ、もうちょっと待っててくださいね。今説明するんで、マサオは本のタイトルではないので、はい、すいません、はい。では、本のタイトル、ニワポリス。なるほど。ニワポリス、ニワは漢字のニワ、そしてカタカナでポリスと。お庭の。お庭ポリスということですね。はい、なるほど。ね、これはお二人をご存知で。まあ、はい。なるほど。まあ、はい。私もポリス。触り、はい。なくらいですけど。触りで、そうなんですね。はい、これどういうお話なんですかね、基本的には。なんかまあ、2羽の鶏が出てくるっていうふうには。あ、2羽の鶏が。待ってください。はい。別に僕今最初に漢字の、ね、庭園の庭だっていう説明をしたと思うんですけども、はい、そこからいきなり2羽鶏が。そうですね。完全に当て字ですね、これは。当て字なんですね、はい、逆にその2羽っていうその2匹の輪っていうところに庭、ね、の当て字が、はい、まあ当て字も何も全く違う感じだし、かすってもいないんですけども、ちょっと話ずれるんですけど、はい、日常アニメの4話目か5話目かに、はい、庭で博士がそんな歌を歌ってました歌っておりました。ワニワニワニワとりあえずワニ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 ワ結構はっきり入ってましたよね。結構はっきり入ってましたね。はい、余談ですけど。なるほど、いや大丈夫です。これはやっぱりポリスというのはやっぱりポリス、ポリスメン的なことですかね。ポリポリ。なるほど。はい、ああ、なるほど。これはポリスメンではなくポリポリという。ポリポリポリスマンみたいな感じの。ポリスマンっていう、ね、なるほど、はい。ちょっとレッドヨシタ風な感じの言い方なんですね。なるほど。はい。ニワニワニワだからね。なるほど、そういうことなんですね。ニワニワニワでポリポリポリスマンですよ。そうです。ラップの感じですよね。先生、なんか今ちょっと途中でよれましたよね。大丈夫ですか。はい。やりとけよ。やりとけよ。はい、やりときます、はい。はい。なるほど、ラップ調な。そうですね。なるほど。これはやっぱり2羽ニワトリということは、この、じゃあ2羽のニワトリを庭で追っかけてるっていうような流れなんですかね、これは。それとも、やってくるんですかね。そうですね。このお庭を守っているのが、まあ、2羽の鶏なんですけれども。なるほど。はいはいはい、はい、はい。この庭には結構、こう、罠が仕掛けられておりまして、はい、宇宙からの何やら、
とか宇宙からで何やら、はい、すごい曖昧なアバウトの大きい話ですけども、そうですね、庭って結構大きい庭なんですか、じゃあってことは6畳。6畳、あ、結構小さめですね。ワンルームですね、意外と。そうですね。はい、そうですね、あ、6畳ぐらいの庭なんですね。一般家庭の庭ですね、普通に。一般家庭の庭は6畳ぐらいなんですか。まあ、それは分からないんですけれども。はい、じゃ一般家庭の家の庭なんですね。はい、そこに庭の鶏がいらっしゃると。庭の鶏が、はいはいはい、なるほど、いらっしゃいまして。はい、で、まあ、宇宙からの戦略、ん侵略、はい、や、この、はい、地底からの、地底人からの何やら何やらなど、はいはい、何やら基本はあれですね、大まかな話なんですね、そうですね、はい、なるほど、はい、から、まあ、守っているというふうに、あ、ニワトリが、はい、そうですね、なるほど、ニワニワニワポリスポリス間違えちゃった、あの先生完全に今誤爆しましたよね、ニワニワニワポリスマン、ニワニワニワポリポリのポリスマンが、ポリポリポリスメンがいるわけですね、はい、なるほど、じゃあそのポリポリポリスメンが、はい、それはこの庭の鶏がポリポリポリスメンであると、いや違います、あ、これ違うんですか、あのポリスです、ポリスなんですね、という方が、なるほど、このお庭の主、それはスティングという意味ではなくてポリスなわけですね、なるほど、はい、あ、すいません、あの飛ばしてください、大丈夫です、はい、はい、大丈夫です、ポリスですね、はい、あの、はい、ポリポリポリスマンはどこに、ポリポリポリスマンはあのポリスが常日頃にちょっと口癖として言っている、なるほど、そうですね、あ、その要するにあの僕の名前はポリポリポリスマンというふうに、うん、そのポリスが自己紹介するときに、はい、ポリスマンという言い方をすると、はい、それがなるほど、あの魔法の言葉なんですよ、実は、なるほど、魔法の言葉なんです、はい、はい、でそれを言いますと、うん、あの鶏たちが、うん、ポリポリポリスマン並んで、はい、こう並んでこうなんか左右にこうなるわけです、なるほど、じゃあそのポリポリスマンポリポリポリスマンなるわけですよ、この、その何ですか庭を管理しているポリポリポリスメンが、はい、その庭の鶏たちを飼っていて、はい、で庭を守っていると、そうです、でそれでその人がポリポリポリスメンと言うと、こう鶏たちもポリポリポリスメンと言うと、はいはい、なるほど、そうすると、はい、このバリアが結界が張られまして、はい、庭に、はい、もうオッケーですよ。オッケーなんですか。それはあれですね、宇宙からの侵略とか、地底からの、もうすべてから守られますね。はい、ということはこれはあれなんですね。あのこのニワポリスっていうのは結構 SF なお話なんですね。すね、なるほど。はい、このポリスメンのこれは家なんですか。この庭。そうですね。ご自宅ですね。あ、ご自宅なんですか。はい、そご自宅が狙われるっていうのは何かしらの理由があったりするかと思うんですけども。ね、卵を。あのよく取られてしまうんで、卵をよく取られてしまう、そうなんです、卵製作所なんですよ、あ、普通の家であるにもかかわらず卵を製作所、はい、まさかその卵を産んでるっていうのは庭のポリスメン、ポリスメンか、なるほど、庭と、はい、庭のポリスメンですね、あの庭の鶏はポリスメンなんですね、はい、2人とも、あ、2匹とも、そうですね、なるほど、そうなんですね、はい、ポリスと2匹のポリスマンです待ってください、2匹のポリスマンですか、なるほど、そうですね、はい、庭なので、庭なので庭なの で、ポリスマン、はい、なるほど、そうです、3人揃ってポリスメンなわけですね、完全に、なるほど、複数形になるわけですよね。それはちょっとわかりません、はい、あ、わかんないですね、そこは違うんです、3匹になるとちょっとわかんないですけど、あ、なるほど、あ、これはじゃあその一人のポリスと二人の、はい、ポリスメンが、そうですね、あ、二羽のポリスメンが悪を憎むお話であると。いや、卵を守る、卵を守り、そうですね、卵を自分たちの卵を守り続けるんだと。はい、そうです。なるほど。はい、ちなみにその卵っていうのは何かやっぱ意味がある卵なんですか。そうですね。これを何個か詰めると、はい、なんかなんだとか。なんだとか詰めるっていうどういうことですか。割れるまで割れるまで休憩すると集めると、集めると、はい、そう、金色の卵と取り替えてもらえるみたいな。そうです、ね、それなんですか、あの金のエンゼル、銀のエンゼルみたいなあれですか、あのそうですね、あのハガキに貼って、ハガキに貼って、え、卵ですよね、卵を貼るんですか、卵のシール、シール、卵にシールついてる、なるほど、え、待って待って、チョコボールですよねそれ、いえいえ、キョウちゃんですよねそれ、金の卵です。金の卵ですか、はい、あ、なるほど、はい、そうですね、うん、取ると、はい、その金の卵がもらえる、うん、ん、金の卵もらえる、最初に金の卵って言ってましたね今、違う違う、普通の卵にシールが入ってあって、はい、あ、なるほど、それを3つくらい集めると、はい、
金の卵が交換できる、おお、はい、っていうのを守っているお話であると、はい、おお、大体合ってましたか。合ってます。合ってますか、はい、先生がご存知なやつと、はい、はい、なるほど、はい、これあのちなみに、なんか鶏はにあのそのポリポリポリスメンっていうそのポリスメンとは違う言い方でポリポリポリスメンって言うらしいんですけど、先生確かご存知だっていうふうに聞いたんですけど、どんな感じでこれ言ったりするんですかね。ポリポリポリスメン一緒じゃないですか。先生一緒ですよ。そっちじゃないです。あのほら違うやつあるじゃないですか。あのそのポリあの警官のやつはちょっと違うあのタッチ、前におっしゃって、あれをちょっともしよかったら、はい、あれを、はい、はい、ポリポリポリスメン、ポリポリポリスメン。先生どうもありがとうございました。はい、あ、そうでした、そうでした。そうでした。あ、ご存知でした。はい、そうでした。名人も。ありがとうございます、先生。恐縮です。はい。では、ラジオネーム松尾さん、わかりましたでしょうか。本のタイトル、ニワポリスは、卵を守る、ポリスのお話であるというわけでございます。はい、さあ、ちょっと時間はちょっと厳しいんですが、もう一普通ですね、読んでいきたいなと思います、はいはい、こちらはですね、東京都にお住まいの、ラジオネーム、セットでこんなに安くなるんですか、さんからいただきました。ありがとうございます。はい、こちらは、本のタイトル、ちょっとそれ私のカジキマグロ、はい、名作ですね。これ名作なんですか。名作です。これはカジキマグロっていうことになるんでしょうね。こうまるでこう白芸みたいな、やっぱそういう何かこうカジキマグロを釣るまでのマグロみたいな、あの渡里哲也大先生が出るようなお話なんですかね、これは。いえいえ、違うんですか。違うんですか。これは、あのお寿司屋での話です。あ、もうさばかれてるんですね、カジキマグロは。はい、はい、でも、はい、あのカジキマグロがそこのお店は、ええ、あの1個しか入らないんです、うん、珍しいんですよ、ね、1個しか入らない、はい、はい、1貫しかないんです、はい、切り身的に最終的に1貫にしかならないんです、ね、ならないんです。なるほど、はい、短冊でも入ってこない感じなんですね、はい、なるほど。その1貫をめぐっての、はい、バトルです。なるほど、はい、これもまたバトルもの的な。バトル、はい、あー、なるほど。じゃあそのいろんな方がこのカジキ マグロをめぐって戦い合うと、はい、戦い合います。なるほど、はい、これどんな方が出てくるんですか、これ内容的には。イカやタコや、はい、あとヒラメも出てきますね。サンマ、ちょっと待ってください。待ってください、寿司屋ですよね。はい、はい、お寿司屋さん、ね、それネタじゃないんですか。食べられるネタという名のレンジャーですよね。ネタという名のレンジャー、はい、なるほど。ということはそれはそのカジキマグロを食べるために他の種族が寿司屋にわざわざ来るということなんですかね。あの同じお寿司のところでこうメンバーですね、はい、カジキマグロを筆頭としたこのメンバー、あ、はい、メンバーが、はい、はい、でカジキマグロのこうそばにいると売れるので。そうです、あ、なるほど、そういうお話なんですね、はい、これじゃ食べに来る人はいつもじゃ あの決まってる人だったりとかする、こう食べてる人同士の争いが起こったりすることはないですね、この物語の中では。そうですね、あ、それはそうなんですね、まあ、なるほど。ネタとのネタが、じゃあ、うん、お前のそのカジキよこせよ的なこう、はいはい、そのなんかカジキ取られそうになるじゃないですか、やっぱり、はい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 、カジキ食べたいので、はいはいはい、でもなんかでもそれはちょっとちょっと待ってよ、それまだまだみたいな、あれなんですね。それはつまり要するにこの酢飯同士が、はい、その握られた酢飯同士がそのカジキマグロを背負えるか背負えないかという中での争いということなんですね。宿からみたいな、こうお前とのお前のそのカジキと俺のマグロ、あの卵を交換してくれみたいな、そういうご飯さんですかね。ご飯さん、ご飯さんはまあ、はい、ご飯さんはいいんじゃないですか、ね、ご飯さんはいいんですか。ご飯さんはなるほどいいんじゃないですかね。それは大丈夫ですか、はい、やっぱカジキに重点を置く感じ で、ね、なるほど。そうですね、お前はまだ行くな、いいかーみたいな感じです。カジキをこうみんなで守ってるんですけど、はい、その守ってるメンバーがやっぱり横からこう食べられちゃって行くから、行っちゃうから、はい、タコー、そうですね、行くー、行くってどんどんこうメンバーが減っていっちゃう、犠牲になっていってしまう、はい、っていうお話です、はい。リスナーの皆さんからのお便りどしどしお寄せください。お便りはラブスネットラジオのメールフォームから送ってくださいね。近藤先生、そして古谷名人、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。以上、本のタイトルのコーナーでした。さて、番組もそろそろ終わりとなりました。はい、はい、もう、うん、どこに向かったかわからなくなったのでやめました。やめちゃった、やめました。まあでもやりたいです。
り遂げた。やり遂げたと思います。はい。すごかったですね。最後のやつ、久しぶりに、もう、みんなどこに向かってるかわからない感じに。もうでも、諦めない、そこが大事。大事ですね。大事です。最近本当でも、古谷さんもこう強くなりましたね。え？ね。強くなりました。強くなったね、うん。今日はなんか坂本みたいなスカーフをつけて。そうなんです。ね、この坂本さんスカーフを。うん。まあ、今日だって会った瞬間に、うん、あ、白石くん今日ニャーだって思って。じゃあ次回はじゃあ僕ニャーしか言わない方向で。あれ、だって次回ニャーでスカーフ違うもん。で次回も、そうです。次回もじゃあつけて。次回はつけてこないです。あのカラスにあげちゃう。あ、なるほど。うん、だったらより一層ニャーじゃねえか。より一層ここに座るのが俺じゃなくて水原になるじゃねえかよ。まあ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 、そんなわけでございまして、はい、ね、今絶賛流れておりますこちらの曲もあの発表でございますので、はい、まあまあね、あの CD そしてアニメの方も絶賛放送中でございます。あのぜひいろんな形で、日常を楽しんでいただけたらありがたいなと、はい、お願いします。はい、思っておりますのでよろしくお願いいたします。はい、そんなわけでそれでは皆さんまた次回お会いしましょう。お相手は博士役今野ひろみと東雲奈々役ヒリヤシドケット坂本さん役白石みのるでした。今のはないわ。この番組は東雲研究所この番組は東雲研究所の制作でお送りしました。そうか、そうきたか。終わります。まもなく始まります。この番組は東雲研究所の制作でお送りします。はい、始まりました日常のラジオ時さだめ高校編。へーのヘルメチカーさん。おしゃれでした。ね、ください。買ってください。大丈夫。はい、というわけでいつもの行きますよ。はい。はい、はい、好きなスタバのメニューはコーヒージェリーフラッペチーノ。長野ハラミ役の相澤舞です。好きなスタバのメニューはない。相澤役の本田真理子です。はい、好きなスタバのメニューは抹茶フラペチーノ。いつもクールな水上舞役の戸賀美鈴です。はい、以上、はい、この3人で番組を進行していきます。え、なんでそんなみんななんかすごいおしゃれな名前で言っちゃってるんですか。なんか私たちがフラペチーノとかだって好きな、ね、え、そんなスタバ行きます。行くよ結構。え、何回目、何回目ですか。何回目で数えたことないよ。え、そんな行ってるんですか。週に何回か行くよね。結構週には行かないよね、ほら、いくらなんでも。ほら、ばらつきはあるけどね。あるよね。たまに行く。うん。うん。私、スタバって1回しか行ったことない。1回、うん、ほっ珍しいですね、多分。なんか、そういうの。その、なんか、チェーン店的なカフェ行かない。どういうこと。じゃあさ、今度さ、スタバの、あれ、なんていうの、カード、あー、カードをプレゼントするから。え、カードなんてあるんですか。会員証、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 初めて聞いた。なんかチャージできるんだよね。あー、なんかありますね。何をチャージするんですか。チャージって何。だから何文字以上のちょっと注文してきてって言ってこう。好きなの飲んでいいから。ポイントカードなんですかそれは。違うよ。ポイントカードじゃないんですか。ちょっと後で説明する。普通歌いくよ。置いとけ。普通歌いく。はい、行きます。はい、普通歌。じゃあ行きますね。はい、ラジオネームゆささんからいただきました。ありがとうございます。夏になりお祭りシーズンになってきましたね、うん、僕は高校生になり彼女も欲しい季節になってきました、うん、僕の周りはカップルがたくさん、うん、1人残されてしまいました、うん、どうやったら彼女ができるでしょうか。結構男好きそうな3人に聞いてみました。おい
ければ避けるよ。ごめんください、一言避けるよ。途中までよかったんだ。どういうことだ。おかしいな、なぎさみが言うと思ってるに。どこのおかげですか、ボイさん。えってか、なんか、なんで男好きそうって思われてるわけですか。まあね、恋バナばっかしてるからだよ。あ、そっか、恋バナのメールを結構取り上げてるんですかね。好きだからね、恋バナがね。まあ女子ですからね。知らないですよね。それが男好きと取られてしまったと。はい。なんだっけ、どうやったら、どうやったら彼女ができるのか。そんなのさ、任天堂 DS もヨーヨーの話とかさ、行って好きな彼女選べばいい。聞いちゃダメだよ。え、でもさ、そんな二次元なめんなって話だよね。そんな彼女だよ。いや、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 立派な彼女かもしれないですよ。確かに二次元を甘く見てるところはありますよね。まあ、なめちゃいけないのはわかりますけど。あの、スタジオでさ、あの、声優さんがやってるカフェの話出たじゃない。あ、出ました、出ました。声優さんが。こんなで来たいってみんなで。そう、で、後ろでさ、何人か名前が上がっててさ、その中の声優さんの一人が、私が去年一緒にあのクリスマスをね過ごした人だったの。それを私横で聞いてて、え、あ、クリスマス、あ、お仕事でご一緒した声優さんなのかなと思って、うん、お仕事がクリスマスにもあったんですねってお話をしたら、うん、違うって言い出して、え？え、それはあのちなみに。ゲームで、そんな向こうわかんないですよ。あの、レイさんの人たちと恋をする恋愛シミュレーションゲームで、その私のすごい好きな人のエンディングだけ結婚式まであるのね。へぇー、結婚式まであるのね。それだけ、じゃあそれがメインなんですかね。いや、そんなことないんだけど、なんかさ、なんか赤くなってきちゃった。そんな好きなんですか？いるんだと思って。ちょっと行きたくなっちゃったの。やばい、どうしよう。これ、萌え様を目覚めさせた方がいいの。もうなんか、あれじゃないですか、いいんじゃないですか、二次元でも。二次元でとりあえず彼女作ってみて、この方。それから、その、リアルに発展させていけばいいんじゃない？発展するかな。うん、なんかこう、ほら、それでほら、デートしたらさ、ね、こう、どうやってデートしたらいいのかわかんない。あれでしょ？いや、わかんないよ。お祭りに。なんで今切れたんですか。なんで今切れたんですか。だから、あれでしょ、高校生になって、彼女がいる男の子とダブルデートってことで、自分はゲームを持っていくわけです。辛いよ。辛いですよ。二人とも DS 持ってる。そうですよ。そっちの仲間だった。すいませんが、二人とも DS を持って友達と、友達と一緒に、あの、ダブルデートしてください。ダメだ。こんなのいいかな。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあ続いてのふつおたいきます。はい。ラジオネーム、ボーノナハルーコさんからいただきました。ボーノナハルーコさん。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。木曽高校の皆さん、スラマッパギー。スラマッパギー。何やる気出して。あの本田さん。せーの、スラマッパギー。はい。僕は高校卒業したら。何よ本田、何よ。はい。はい、どうぞ。一人暮らしをする予定です。そこで何かペットを飼おうと思っているのですが、おすすめのペットありませんかということです。はい。これどうでもいいんだけどさ、このメールの端っこに、ホンダハムスターってメモ書きするのやめてくれる。もう自分で忘れないように。決定事項。ホンダの字で端っこにハムスターって書いてだって、忘れちゃうから、何を私なのか。あらかじめ書いておいたらね。あらかじめ書いておいたらね、後でほら、わかりやすいかなって思って、ハムスターです。まあそうなっちゃいますよね。そうですね。で、ハムスターを手に入れて、手に入れて、手に、どっちの意味？置いて、手の中にこう、お皿作って、で、その後ハムスターをキュッてこう、閉じ込めるの。なんてことするの？そうすると、ハムスターが、あの、その、出口を探そうと鼻で、すごい、コン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 って、あの、私の手の壁を押さえて、コン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 してくるわけ。それが超可愛いんですよ。なかなかエスっぽりだね、これは。いやいや、やってみてください。いやいや、やだやだやだ。やだやだ。ちゃんとすぐ開けますよ。怖いよ。怖いよ。やばいよ。やんでるだよ。やんでるだよ。今の絶対やんでるだよ。やんでるだったんだ。なんかおすすめの。おすすめ、昔ね、うち、亀飼ってたの。亀かわいいですよね。この話した？ごめん。あれ
してないような亀の話。亀バナは本当大丈夫ないと思います。あのね、すっぽんから取ってポンスケって名前だったんだけど、ニコリ亀なんだけどね。すっごい大きくなっちゃって、こんな大きくなっちゃって。え、そんな大きくなるんですか？何センチぐらいですかね、それ。何センチだろう、ハンバーグ台。いや、ハンバーグより大きいと思う。ハンバーグを入れるお皿ぐらいですかね。ハンバーグ基準だ。20センチあるね。20センチ。20センチぐらいだね、甲羅で。それは緑ガメ。緑ガメ。でかっ。で、水槽で飼ってたんだけど、もう水槽に入らないから、家の中を徘徊して、勝手に出てっちゃうから。水槽から、勝手に歩いてるの、家の中を。で、うち猫もいたんだけど、こう、ハブとマングースばりに戦うんだよね。ヒェーみたいな。カメ食べられないんですかね。いや、カメの方が強いんだよね。すごい。あ、でも髪、あ、でもどうなんでしょうね。噛みつきガメじゃないよ。スポンは噛みついたらだって危ないですよね、離さないから。なんかね、すごい、カメの方が強かった。危険な、危険なことをしてますね。食べられちゃいそうですけどね、意外な感じ。うん、確かに。え、ガジはなんかある？その、おすすめ動物。そうだね。カメレオン。え？飼ってないでしょ。飼ったことないのに言ったでしょ。嘘だ。嘘だ。嘘だ。嘘。カメレオン。嘘。本当だって言ってんじゃん。私、こんなに話してなかった。カメレオン結構みんなに話してる私。カメレオン買ったことある。なんでカメレオン買ったの？おかしいよ。おかしくないよ。おかしくないよ。おかしくないよ。カメレオンって買うものですか？少数ですけど。カメレオンって動物園だよ。動物園では。え、動物園ですか？いや、まあいいんじゃないの買っても。色変わんのあれ。いや、本当はもういいよ。色変わんのあれ。なんか、でもなんか、よく漫画とかであるような感じではない。うん、あ、そうなんだ。ですね。私が飼ってた時は。あんま変わらないんだ。そんなに言うほど。そうなんだ。へぇ、そうなんだ。結構、イグアナと悩んだんですけどね。あ、イグアナならわかる。イグアナはわかるの？イグアナの方が飼育大変そうじゃない、うん、同じようなもんじゃないですか。じゃあ、じゃあなんでイグアナはありでカメレオンはなしなのよ。名前が可愛いから。ダメだこいつ。早くなんとかしないと。じゃあ早く読んでもらわないと。早く読んで、これ普通と読んでてください。はい。ラジオネームチャンプさんからいただきました。ありがとうございます。モイ様、ガッシー。鮭の人。スラマッパギスラマッパギおい。日常14話拝見しました。あら。ミオとユコの、喧騒すごかったですね。喧騒すごかった。喧嘩。喧嘩だ。喧騒。すごいな、喧嘩が。喧嘩。間違えた喧嘩すごかったですね。はい。喉は大丈夫ですか？無理はしていませんか？ちゃんと食べていますか？お金は足りていますか？時々でいいから顔を見せてください。お父さんも心配しています。それはともかく、一番最近で、一番最近ってなんだよ。本気で喧嘩したのっていつですか？その時の様子をできるだけ詳しく教えてください。ではのし。それは本田パパからのメールではないのね。違うよ、うちのお父さんチャンプじゃないよ。そこかい。いや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 、途中からでも本当本田のお父さんね。ちょっとね、うん、ちゃんと食べてるし、知ってるでしょ。お父さんから。すごい心配されて。送ってきちゃった。違うから。酒の人。お父さん酒出したんだよね。本当だよ。一番最近で本気で喧嘩したのっていつですか？喧嘩ってそんなしないやん。喧嘩しない。したことあります、まず。どうなんだろう。したことは多分あるとは思う。小学生。でもそうですよね。本当に小さい頃とか。喧嘩。大きくなってからは。それは兄弟喧嘩とかじゃなくて、私は一方的だったし。一方的大丈夫。喧嘩になり得なかったっていう。じゃあなんで怒ったの？え？なんで怒ったの？アイスクリームとか食べられたの？いやいや、喧嘩になんなかったんですよ。なんか何かやられても、いじめになっちゃうんで。お兄ちゃんの方が力強いんで。強いお兄さんが。そうなんです。本田にはいらっしゃるっていう。なんか王なんで。うちの国の王で、私、配下なんで。悲しい関係がね、おかしいな。家族の。ホンダキングダムの。ホンダキングダムの。おう。おかしいな。ホンダキングダム、あ、そっか、ホンダか、ホンダがトップだった。ホンダだ。なんか、喧嘩って覚えてるのあります？覚えてるな
ないって言ったら話終わっちゃうもんね。でもなんか萌えさんは喧嘩しなさそうに見えるんですけど、うん、喧嘩とかしなそうなイメージがしたんで、うん、うんうん、しない、したことないですよねきっと。そんなことない。あ、そんなことないですか。うん、なんかあの日常の中では、うん、あのみおちゃんってすごい怒ったりするんですけど、うん、あんまり萌え様にイメージがない。うん、うんうん、なんかうん、うーん、それはまた別の話。ちゃんと返したどうしよう。ありますね。いや、ない、ね、ないけど、私あんま怒らない。だよね。うん。じゃあ私も。怒っても、うん、多分静かになっちゃう。引いちゃうかもしれない。ぶつけないかもしれないわ。なんかでも、本当に喧嘩したことはないんだけど、うん、本当に切れそうになったこととかあるかも。なんか、あの、すごい右から友達に引っ張られて、左から友達に引っ張られて、私図書室行くのとか言って、私教室行くのとか言って、女はどこに行くの私半分になりそうになってて、もうなんか痛くて。これ自慢です。自慢だね。聞いてください。すごいのが、この二人と私、仲良くないんですよ。あの、友達じゃなくて、クラスメイトなんですよ。大して話したことないのに、いきなり二人の喧嘩に巻き込まれたパターンです。それ巻き込まれたの？何それ、あの、小物みたいな感じ。いつも、いつも二人が仲良しで、一緒にいたんですけど、うん、その二人が、こう、キュッて、喧嘩、仲間割れしたんで。はい、リスナーの皆さんからのお便りどしどしお寄せください。お便りはですね、最初のメールフォームから送ってください。お待ちしております。はい。次のコーナー行ってもいい？どうぞ。続きましては、男術合格でしょうかのコーナーです。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 このコーナーは、よくわからない事象に対して、パーソナリティの私たちが入塾否かを判定するコーナーディアンス。ディアンス。ディアンス。では早速メールを言ってみましょうか。はい。はい。はい。あたしかい。とかしみすずさんお願いします。じゃあ読みます。はい。ラジオネーム、MGM、かっこ何の略？さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。相沢さん、本田さん、富樫さん、スラマッパギー。スラマッパギー。訳した。いつも楽しく拝見、拝聴させてもらっています。どうも。どうも。僕は中学3年生で、この前3年生にとって最後の体育祭があったのですが、徒競走での出来事です。うん、はい。僕の番が来ました。うん。クラウチングスタートを構えます。うん。バンと音がしました。うん。そして僕は、お、命を燃やせとばかりで走りました。走り続けます。そして、ゴールまで走り抜きました。やったやったあと思いましたが、それはなんと、フライングだったのです。命を燃やして走っていたため、フライングにも気づかず、先生の、止まりなさい後になって聞いたら、そう言っていたらしい、という声にも気づかず、校庭の爆笑の、校庭に爆笑の渦を巻き起こし、ゴールまで突っ走ってしまった、命を燃やした僕は、モイブに入部できるでしょうか。そうです、モイブ来ましたモイブ来ましたよ。はい、これモイブですよ。ラジオネーム MGM かっこ何の略さん。他はモイブですよ。モイブです。来ました来ました。わーい、すごいですね。モイブです。モイブです。ねえ、今日はモイブの特集じゃないの？モイブわーい。どうしますか？どうしますか？入部にしますか？いや、これよく、よくあるよね、これね。あるある。あるある。気づかないで最後までいっちゃったんですよ。うちの中にもいたよ、こういう人。いや、なんかすごい愛を感じるメールだから。そうですね。うん、MGM かっこなんの略さん。はい。が、モイブに入部です。おめでとうございます。あ、嬉しい。モイブだ。初めてのモイブ。次のメールに行きましょう。はい。はい。じゃあ、私が読みますね。お願いします。はい、何か欲しいものがあったら電話ください。参加いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、スラマッパギー。スラマッパギー。どうしても男塾に入りたいのですが、うん、自分はまだまだ未熟で、うん、何か課題を貸してください。うん、逆に、何をしたら男塾に入れるのでしょうか、うん、男塾に入れるのなら何でもします。頑張ります。とのことです。うん、あれ、モイブのメール終わり？
男塾の次はメールですね。そうですね。いろいろ、やっぱあるじゃないですか。はいはいはい、タイトルが男塾なんで。そう、あの、逆にね、どういうね、そのね。3通目が楽しみ。はい、3通目が楽しみな感じなんですけれどもね。今日はまあいいやん。それなんだっけ、今。はい、それはですね、男塾に入るためには何をしたらいいかなっていうメールです。あ、初めてですね。なんだろう、何をしたらいいんだろうね。そういえば漠然と。そう。漠然としてましたけど、うん、で、本当によく考えたら私たちの選んでる基準もよくわかんない。怖いよ怖いよ怖いよごめんなさい。いいけど。なんだろう。まあ、自分で探してください。そうです。次行きますか。雑だよ。行きましょう。はい、こっちじゃあ、もいさんは読んでくださいね。はーい。は、なんだろうな。なんだろう。なんだろう。ラジオネーム、靴下が片方見つからないさんからいただきました。ありがとうございます。僕は友達がいません。携帯のメールだって、もう3年くらい届いてません。一人だって、平気なんだからね。寂しく。ないんだからね。この僕は男塾合格で、あれもう夢じゃない。もう今あれですよ。そう、あれっす。あと、溜まってるんです。今送ってもらってる途中。そうなんです。今ちょっと間に合わなくて。あれですね。今これしか。サーバー元に溜まってて。今これしか来なかったん。サーバー元に今すごいんです。最初はすごい溜まってますね。もう、びっくりした。来週も、どかどか。もう一部しかないです。もう一部しかないです。もう一部合格でしょうかです。知ってるんだから、一通しか来てない。さっき見たもんね。サーバーです。サーバーにあります。そうです。サーバーエラーです。仕方ないことなんです。僕は友達がいません、はいそうですね、3年間メールが、ね、届いてないって一人だって平気なんだからねなんかどっかの、うん、なんかタイトルみたいでねそうだねそうだねまあ寂しくないよね一人そっちだっていいじゃないそうもちろんじゃあ一組だっていいじゃん合格だなこれ合格だはいはい合格だやったおめでとうおめでとうございますそれでは早速、もう3通読みましたね。お次のコーナーですかねこれはもう。今、萌え様このモイブのやつ。持って帰っていいですか？あれ、持って帰るね、これ。ありがとう。大事にしてください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あ、なんと曲紹介ですよ。ちょっと。まさかのこの流れで曲紹介ですよ。はい。はい、じゃあ早速私が曲紹介しちゃっていいんですかね。しちゃってください。しちゃってくださいよ。8月10日に発売されましたあそう日常のキャラクターソングその4よりすごいんだからゆっこでゆっこのスラマッパギだよ人生はスラマッパギだよ人生はですありがとうございますテレちゃんの
うふう。どうだった？これ収録は。これなんかすごい楽しかったです。なんかテンションがすごく高い。なんか常に高いね。うん、なんか一番ゆっこがゆっこのまんま歌ってるイメージが。確かにそれはあるかも。強くって、なんかサビが割とこうノリがいいんで、なんか結構リフレインしてフン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 歌ってました。なんか楽しそうに歌ってるのが目に浮かびますよね。うん。どうしたの？こんなどうしたの？難しくてごまかしてるんです。そうなんですか？いや、なんかうまいよね、歌ね。そうですよね。そうなんだよね。ゆっこすいません。褒められてるんだよ。ありがとうございます。よかったね。いい歌だよ。以後頑張ります。楽しかった。はい。はい、じゃあ続いて、近所のコーナー行きましょうか。はい。そして、次のコーナーは、ありがとうのコーナーです。です。です。このコーナーは、ほら、どん底になった時にこそ、前向こうよ。のコーナーです。何うすら笑った今日うすら笑ってんのいろんなところで今日、ね、いろんなところでうすら笑ってる感じそううすらじゃないですようすらじゃないです愛のある笑い愛笑いじゃあ最後にください、はいはい、ラジオネーム、はい、吸引力の変わらないただ一つのメガネさんやだないただきましたありがとうございますこれはこれ風に言った方が良かったのかないや無理だな例のうん吸引力の変わらない、ただ一つのメガネ。言えるかなメガネはな、はい。はい。先日、上司に叱られ、とぼとぼ家に帰り、夕食のおかずの冷凍マグロの刺身をレンジで解凍しました。はい。うん、うん。少し温めすぎたかなと思いつつも、箸で口へ運ぼうとすると、なんと、マグロが爆発一瞬何が起きたか分からず唖然としてしまいましたが、笑いが込み上げてきてしばらく止まりませんでした、自分を犠牲にしてまで私を慰めてくれたマグロにありがとう何を思ったのこれさでもあるよねたまにありますなんか爆発しちゃうのありますこれってでも、あの口へ運ぼうとする瞬間に爆発したんですよポンってそれはないですよね聞いてたメール箸で口へ運ぼうとするとなんとマグロが爆発だよあったんだよ待って無理だよでもなんか確かにレンジ入れてて爆発したことは結構あります卵とかそう、空気ちゃんと入れないと、じゃあすぐ爆発するあいつらあれですよねきっとレンジから出した状態は丸く膨らんでたってことですよねまさか中に、まあ、中で何かがくすぶってたんだろうねマグロのね我慢できなくなっちゃったんですでもいざこう箸で食べようと思ったらポンポンすごい素直なリアクションでもよかったですね口の中で爆発しなくてうわそうだね怖いそうだね恐怖ですよ恐怖だよマグロ何を思ったのマグロの愛ですね爆発しましたけども、はい、愛なんだ愛だろ愛愛愛愛本田さんはい本田さんいいですか何ですかうんあ、これはでもそっか、ありがとうだから、ありがとうって言えばいいんですよ。今言うときました。まあ、私今忘れてたけどさ、これどうやって締めるんだっけなって。夕食じゃなくてなんだっけなって思ったけど。ごめんなさい。じゃあありがとうよね。はい。そんなマグロに、ありがとう。はい。じゃあ次行きます。行きます。行きます。ラジオネームみんな面白いですよね。面白いね。次は。ラジオネーム、卵かけ布団さんからいただきました。うそーだー終わったダメだろ。卵かけ布団はなー終わったよ。終わってるんだけど。自分の留守中に頼んでおいた平沢由衣7分の1スケールフィギュアを受け取っておいてくれた弟に、ありがとう。ありがとう。あるよね、そういうの。ありますね。今日欲しかった。だってしょうがないじゃない。うん、いないんだもん、うん。今日欲しかったから受け取っといてくれて。ありがとうって。だってほら、持って帰っちゃうじゃん、郵便屋さんが。あ、そうなんですよね。でも今日欲しいですもんね。7分の1ってどんぐらいですか ?7 分の1スケールどれぐらいですかねペットボトルくらいですかね。あ、私持ってますよ。同じさゆい。あ、そういえば、射的で手に入れました。射的。なんか、いつもより、なんか、目が輝き始めた。スナイパーだったよね。完全にスナイパーの目だった。あ、一緒にいたの
そうです、そうです。へぇー。射的で、それこそ射的が。射的ってさ、落ちるんだね。思うですよね。なんか私も何回もやってるんですけど、落ちなくて。うん。ただ、もう。綺麗に落ちました。パコン、パコン、パコン。綺麗にって言いますけど、何回もやってますからね。え、でも、その、うん、うん。なんだよ。なかったのかよ。なんだよ。はい。まあ、お母さんじゃなくてよかったねっていう。うんうんうん。うん。弟でよかったねっていう。そうですね。はい。じゃあ、うん、そんな弟に。ありがとう。はい。リスナーの皆さんからのお便り、どしどしお寄せください。お便りは、ランチスネットラジオのメールフォームから送ってください。お待ちしております。さて、番組もそろそろ終わりとなりました。はい、来ました。はい。普通歌のコーナーにですね、うん、私が選んだね、はい、扇風機に向かって言う一言っていうメールが、二人にボツにされていて、どんなことですか？あれそうですか？え？扇風機に向かって言うこと。ありましたね。うん、ありました。なんでボツになったの？いや、なんか、あーぐらいしかないなって思って。あーしか言わない。じゃあ、マリ様なんて言うんですか？いい。なんで言ってくれたんだよ。ボツになった。いやいや、モリ様が扇風機の前で、3、2、1、キュッ。え？って言うんですか？違うの。さっきメモってたんだけど、メールないから。何ですか？準備は万端ではなかった。何じゃ言ったんですか？いや、なんか言おうと思ったんだけど、なんだっけな。はい、妖精もいさもいです。はい、絶好調だ。今日も一日楽しく。はい、楽しかったです、ね。楽しかったですね。はい。はいはい、というわけで、締めていいかな。どうぞ。モエモエのメールお待ちしています。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。お相手は長野原美代役アイザーマイト、愛を言う子役本田麻里子と、日向美舞役戸橋美鈴でした。スラーマヤムこの番組は東雲研究所の制作でお送りしました。終わります。Thank you.